すいません、あの松井焼酎、そして今日負けますと借金が5つになってしまいます。中村監督、今日の先発はドラゴンズ角、2回の表です。1回について2回も先頭のバッター出しちゃうんですよね。角がね、この前のタイガース戦でね、コテンパンにやられてるんですよね、はい、でお返しするせいかなんか随分飛ばしてましたね、最初からね。檜山、熱が出たということで先発のチャンスができました。島田明宏、いきなりエンドランを決めます。ノーアウトランナー三塁一塁、ワンアウトとなってバッター8番の城戸というところ、やはり先制のピンチということになりますんで三塁ランナー気になります。しかしこれはね、角がね、はい、ちょっと中途半端で牽制してますね、タイミングが全然合ってませんでした、はい、ちょっとタイミングがコンビネーションがずれたというプレーになりまして1点を先制です。1対0で3回の裏を迎えます。タイガースの先発は湯船、対ドラゴンズ戦は負けがありません。この回先頭は立浪です。ワンストライク2ボールから2回り目4球目、センターの前、ノーアウトランナー1塁。さあ初めてのノーアウトのランナーを出しましたドラゴンズ。さらに田村です。ワンボールから2球目を打ちましたが守備範囲に入っています。センターフライでワンアウトランナー1塁で3番の二村なんですが、先ほど併殺打ってるんですよね。やる気満々の二村でしたけど、ここは湯船にね、外へスッと落ちるボールで打たされてましたよね、はい、落ち合いにしなれなかったことは非常に痛かったですね。ドラゴンズ大砲の首筋が痛いということで今日はスタメンになりました二村なんですが、 2打席連続併殺打ということになりました。回は中盤に入っています。この回先頭は中村です。その中村がヒットを打ちましてワンアウトとなってバッターボックストップに変えて立浪、ライトの前に転がっていきます。しかしここで島田明宏、これぞプロの外野というプレー、好返球がありました。この回結局ヒットが2本も出たんですが3人で攻撃は終わっているという不思議な回になりましたが、1対0のまま回は進んで終盤戦に向かいます。この回先頭の中村、山崎がフォアボールで選んで酒井がバントで送って中村です。ワンボールから2球目、センターの前突っ込んできてヒット、これは風ですね今のヒットね、はい、しかしここでね、湯船がね、1点を守ろうとしてきましたね。角に変えて彦野を送りました。ランナーフルベースになるんですよね、普段動揺しないこの湯船が、はい、久々に動揺を見せた。自分のバランスを崩してました。先頭に帰りまして立浪です。カウント1ストライク2ボールとなっています。大ピンチを迎えました湯船、しかしセカンドゴロ、ちょっと当たりが緩かった。1塁はセーフになります。この併殺崩れで1点が入りました。1対1同点。さらにピンチは続いています。2番の種田、今日はヒットが1本あります。粘るんです。2ストライク3ボールになりました。投球7球目、これは種田ね、湯船から非常に強いんですよね、湯船ね、はい、低いボールですけどうまーく追いつけて打ってますね。2対1ついに逆転。立浪は3塁を配ったアウトになりました。この回2点が入りました。さあ1点をリードしたドラゴンズ、2人目は山田です。8回に入ります。ワンアウトの後2番の久慈です。 2-3 から高めに上げてフォアボール、これ左対左でということでね、抑えて当然死されるんですね、はい、そういう山田にプレッシャーがあったと思います。さらに2アウトとなってランナー1塁からオマリにフォアボール、ストレートでした。これはちょっと一発警戒しましたかね、はい、ランナー2塁1塁というところピンチになってたまらず、さあ現在のところの守護神を出してきます森田です。3人目の森田、そして代打の方は真由美です。カウント1ストライク3ボール2アウトなんです。しかし高めに浮きます。満塁。こういう局面っていうのは、はい、実績が物を言います。ホームランバッターに見えてしまうんですね、さてさらにバッターボックスにはヒット、それから好返球もありました島田明宏がバッターボックスに入ります。カウント2エンド2、森田の5球目、満塁のピンチ、センターの前ちょっと詰まった当たりはヒットになりました。相次いで2人が帰ってきます。オマリ、しかしこのスライディングでちょっと腰にピリッときたということでこの後退場しているんですが、まあ、とりあえずは大丈夫という現在の状況です。島田明宏がまた一つ大きな仕事をしました。さらに 2,3 塁のチャンスが続いています。バッター鮎川、これは2ナッシングだったんですよね。逆転されてね、森田がっくりするんですけど、2ナッシングからちょっとらしくない雑な一球だったんですよ、はい、大きな2点追加点が入りました。結局この回4点を取られました。5対2となります。逆転の後再び逆転、再逆転ということになりまして、ご覧のように5対2。しかしドラゴンズも最後に粘りを見せます。2アウトとなった後ランナーが2アウト満塁で、さあバッターボックスで今日2安打の金田、3人目は久保です。中西の後を継ぎました。ワンストライク2ボール、4球目スライダー打った、大きな当たり満塁、逆転ホームラン、サヨ
本当に惜しい当たりでした。スライダー甘く入ってたんですけどね、紙一重ってのはこのことですね。さらに 2-2 となった5球目はフォークで三振。結局危なかったんですが5対2、勝ちは湯船につきまして、湯船は5連勝で8勝目。このあと横浜の先発の野村の結果次第ではハーラトップに並ぶということになりますが、ゲーム差なしで再び5位6位は入れ替わっています。中日4連勝はなりませんでした。借金9、まさに泥沼状態の阪神はパチュレックに変えて隔離を1軍に上げリリーフ陣を強化。一方得点が7試合連続で2点以下という球団ワースト記録を作ってしまった巨人はモスビーを昇格させ打線強化を狙います。1回表そのモスビーのヒットを生かせなかった巨人に対し、その裏阪神ワンアウト3塁1塁でオマリ、初球をライトへタイムリー。こちらは4番がきっちり仕事をして1点を先制します。しかし巨人は2回2アウト2塁3塁からピッチャー高田が自ら打たねばとばかりにセンター前タイムリー。さらに満塁となった後河合の当たりはサード内野安打、3点目は取れなかったもののあっさりと逆転します。巨人先発の高田は2回以降阪神打線をヒット1本に抑える好投。阪神の猪俣も追加点を許しませんでしたが、9回マウンドに隔離が上がります。隔離はヒットと2つのフォアボールを与え、いきなり2アウト満塁の大ピンチ。しかし吉村をセカンドゴロに仕留め、なんとか切り抜けます。隔離の登板がカンフル剤になったのか、9回裏の阪神はノーアウト1塁でやっぱり頼りになる男オマリーが左中間へ同点タイムリー。イケイケムードの阪神はこの後2アウト満塁として隔離の代打関川がフォアボールを選びサヨナラ勝ち。まだうちにも月があったと中村監督、隔離はプロ入り初勝利です。ジャイアンツは5月29日から維持してきた勝率5割を割りました。長嶋監督、しょうがないな、石毛がやられちゃしょうがないと乾いた声でつぶやきながら出口に急いでいたそうです。カウントは 2-3、押し出しのフォアボールで3対2。阪神は土壇場で逆転サヨナラ勝ちし、連敗を5でストップ。隔離がプロ初勝利を挙げました。つけるしかない。